僕の名前は平原平介。本日人生初のパチスロに挑もうとしています。きっかけは先日行った中学の同窓会でバカにされたからです。お前この年になってまだパチスロ打ったことねえのかよ。相変わらずシャバ像だよな。マジでスロット打ったことないんだ。超キモいんだけど。憧れの萌子さんも。スロット打ったことないとか言ってマジありえない。っていうかマジキモい。畜生、僕はシャバ像でもキモでもない。こうなったら打ちまくって一流のスロッターになって奴らを見返してやる。うわ、あれは噂に聞く千両箱。リッチでラグジュアリーな身なり、そして何よりその自信に満ちた眼差し、かっこいい。今まで見てきたどの男よりも俺もこういうスロッターになりたい。なんだ小僧、人の顔をジロジロ見よって俺に何か用か。僕の名前は平原平介と言います。よろしければ弟子にしてください。ふふふ、いいだろう。俺の名前は荒沼岩尾、よろしくな。はい。そうと決まれば実践あるのみだ。まずあの台で打ってみ。はい。ふはははは、スロット屋の椅子はな、腰を落とすと後ろに下がる仕組みのものが多い。覚えておけ。浅く座ると前へ、深く座ると後ろへ。浅く座ると前へ、もっと早く、前後に早く。そうだ。うおー、どうだ小僧、どんな気分だ。武田騎士気分になってきたか。はい、何か高き獣になったような気分であります。それでいい。獣にならねばスロットには勝てぬからな。だがあんまり激しく腰を振ってると女にモテすぎちまうぜ。はい。もうモテすぎて困るなんて、この人についてよかった。よし、じゃあ打つとするか。札をコインに変え。はい、よいしょ。あれ、札が戻ってきた。おかしいな。あれ、また出てきちゃった。あわわわ、読み取ってくれない。どうしよう。小僧、そうガツガツするんじゃねえ。玉ってのは突っ込むだけが脳じゃねえ。出し入れを楽しめねえやつはコインサンドから愛されないぜ。入れて、出して、入れて、出して。なんだか気分が高まって興奮してまいりました。はっはっは、その息だ。心ゆくまで玉の出し入れを楽しむのだ。おお。見てみ、これがお前とコインサンドの愛の結晶だ。大事に使うんだぜ。はい。これが俺のメダルだ。おー、こうして平助は見事札をコインへと変えた。そこにはかつて味わったことのない感動があった。だがスロットの打ち方はまだ習っていない。僕の名は平原平介。ただいま人生初のパチスロに挑戦中です。先ほど無事に札をコインに変えることに成功いたしました。おい小僧。はい。これもすべて僕のパチスロの師であるこの方、
荒沼岩尾先生のおかげです。では次はコインを台に入れ。はい。とは言ったものの、一体どこにコインを入れたらいいんだろうか。ここかな。あれ、入らない。おかしいな。じゃあここかな。やっぱり何も起きない。入れる場所が違うのかな。どうしよう。落ち着け小僧、よく目を凝らせ。一番入れたくなるところに入れる。ただそれだけのこと。そして入れるべき場所に入れれば、ダイは声を上げてリアクションしてくれるぜ。はい。落ち着け平助、落ち着いてダイを見るんだ。ここはなだらかで優美な曲線を描くそのライン、そしてその奥にある魅惑的なクレパス。ここだ。ここに入れたい。これがダイの声。なんてたまらない音なんだ。ふふふ、正解だ。平助、お前なかなかいい声でダイを泣かせおるではないか。もっと声が、もっとダイの声が聞きたい。よいしょ、よいしょ。おい小僧、そんなコインの入れ方してたら日が暮れしまうぜ。真の男のコインの入れ方ってな、うん、こうだ。どうだどうだ、おら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 。すごい、なんて高きコイン挿入だ。激しくもポジティブなバイブスをビンビン感じてしまう。僕もうまくいかないや。小僧、スマイルスマイル。なんて温かい男なんだろう。たけだけしさと温かさを併せ持つ男、荒沼岩尾。この男の弟子になってよかった。平助はそう思った。だが実際の打ち方はまだ全く習っていない。僕の名は平原平助。本日、人生初のパチスロに挑んでおります。先ほど、無事コインの挿入口を発見いたしました。これもすべて、我が師、荒沼岩尾先生のおかげであります。ふっふっふ、平助、ウヌのコイン挿入っぷりも、なかなか様になってきたじゃねえか。荒沼先生、ありがとうございます。コインも全部挿入し終えたし、いよいよ打つとするか。なんだこの男。僕の後ろに張り付いて離れようとしない。視線を感じる。もしかしてゲイなのでは。やばい。僕がのんけであることをアピールせねば。女とクスがして、男でなく女と XX 染色体の持ち主とクスがして、微動だにしない。ふふふ、小僧、奴はハイエナ。奴が狙っているのはお前じゃねえ。お前のダイだ。え？それだけお前のダイが魅力的だってことよ。ん？何もじもじしておる？いや、トイレに行きたくなってきちゃいました。その間にハイエナにダイを取られちゃったら、どうしよう。そん時は、ダイに私物を残しゃいいんだよ。てめえのものだっていう証をよ。しかし平原平助、20歳、裸一貫、物を持ち歩かない主義なのであります。
ならば何か痕跡を残せ。この台が紛れもなくお前の台だっていう痕跡をな。痕跡、痕跡、足跡、爪跡、爪跡。そうだ、この伸ばしっぱなしの爪で平助九郎で俺の名を台に刻みつければいいのでは。しゃー、待て。てめえの名前を彫りつけるってのは極道のやることだぜ。一生その台だけを相手するだけの覚悟がお前にあるのか。台を傷物にするよりも愛を武器にしろ。愛をだ。確かに俺はこの台に愛着を持ち始めている。誰にも渡したくはない。俺はこの台が好きだ。好きだ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 。平助、見事な台の愛しっぷりだ。これでハイエナも手出せまい。便所に行ってよし。おっす。うらら、この台いただき。これはここにも、こんなところにも、台にキスマークが、無数のキスマークがついてやがる。こりゃ紛れもなくまだあの小僧の台のようだな。こりゃ手出すわけにもいくめ。無数の男どもの指でまさぐられてる台にキスできるだ。あの小僧の台への愛、本物だな。平助喜べ。ハイエナが去っていったぞ。はい。こうして平助は台を愛し抜いた充実感とハイエナから無事逃れられた安堵感を同時に感じつつ便所へと向かった。当然スロットの打ち方はまだ習っていない。僕の名は平原平助。本日人生初のパチスロに挑んでおります。この方は荒沼巌先生、僕のパチスロの師でいらっしゃいます。ふふふ、気合がみなぎってきたようだな小僧。札をコインに交換、コインを台に挿入。荒沼先生のおかげでパチスロを打つための準備を一つ一つマスターすることができました。あとは打つのみであります。よし、いよいよレバーを叩く時が来た。今コインの落ちた音が。コインが床に落ちている。誰のかな。僕が落としたのかな。周りの席に人はいないけど、こういう時は拾ってもいいのかな。お店の人に閉められたりしないのかな。後で警察に逮捕されたりしないのかな。どうなんですか荒沼さん。ゴーサインが出た。それじゃあ遠慮なく、いただきます。俺のコインだ。あれ、うまくつかめない。挟めないよ。なんだあの小僧。みっともねえな。あんだけ必死になってコイン拾おうとして、しかも取れずにうろたえろた。なんと無様なやつなんだ。恥ずかしい。なんという恥ずかしさ。自分が惨めだ。小僧。荒沼さん。いやしいムーブだ。そんないやしいムーブをするようでは一人前のスロッターとは言えぬな。しかし。何もメダルを拾うのが悪いと言ってるのではない。問題は動き、そして心だ。見ておれ。なんて優雅かつ豪壮な鏡込みだ。確かに癒しさのないムーブ。しかし心とは。いいか小僧、
よく見ておけ。ムン、俺はコインを拾っているんじゃねえ、救っている。なんという温かき動き、そしてなんという慈愛に満ちた眼差しなんだ。優しくても熱き心がビンビン伝わってくる。本物だ、この人は本物のスロッターだ。ふっふっふ、いいか平助、コインってのはな、ここに入るために存在している。地べたに放置させちゃ哀れってものよ。さあ、お前の入りたかった挿入口だぜ。台の中、とくと味わいな。ふう、いい音だな、いつも以上に。はい、僕には今の音、こういう風に聞こえましたよ。ありがとうって。落ちているコインへの慈愛、ただ猛々しいのではない、荒沼の男としての大きさに平助は果てしない感動を覚えた。だがスロットの打ち方はまだ習っていない。僕の名前は平原平助、本日人生初のパチスロに挑んでおります。コインを挿入しトイレにも行き、落ちたコインも無事拾いました。ついに準備万端整いました。これも我が師荒沼岩尾先生のスムースなナビゲーションのおかげであります。クックック、決意みなぎるいい顔になったな、小僧。よし、いよいよレバーを叩く時が来た。お客様、ドリンクはいかがですか。なんだこのお姉さんは。なんでいきなり僕に声を、なんでいきなりメニューを。僕に気があるのかな、それともぼったくりかな、絵を売りつけるのかな、世に言うつつもたせかな。平助、そのレディーはコーヒーガール、売っている客にドリンクを売るのがなりわい。その通りですわ。お客様、喉は渇いてらっしゃいませんか。渇いてる、すごく喉渇いてます、カラッカラであります。どれになさいますか。どうしよう、どうしよう。マンゴージュースが欲しいであります。かしこまりました、15枚になります。頼んじゃった。マンゴージュースお持ちしました、どうぞ。はい、いただきます。お味はいかがですか。おいしいです。お姉さんのマンゴージュースおいしゅうございます。それは何より。そちらのお客様も欲しいドリンクございませんか。そうだな、あえて言いよう、君自身かな。嬉しいですわ。ですが私がお売りしているのはドリンク、どれも美味しいですわよ。そうですよ、お姉さんのジュース美味しいでありますよ。美味しい。クックック、悪いが俺にはそのドリンクは不要。見たところ冷やしが足りぬな。なんですって。限界まで冷えたドリンクをお出しするのがコーヒーガールの誇り。今のお言葉聞き捨てなりませぬわ。限界まで冷やしているのはその霜焼けした指からわかる、あっぱれな心がけだ。だが問題は冷却用の氷、冷やし方が甘い。冷やし方？良いか、真のスロッターの飲み物は、ムン、ハー、フンヌ。
クーラーボックスで無数のコインによってキンキンに冷やされたコーラ、ブッ、たまらぬわ。これぞ真のスロッターの味。クククどうだコーヒーガール、うぬも飲まぬか。しかし私もプロ、コーヒーガールの端くれ。仕事中にお客様にドリンクを振る舞われることなどできません。クククあっぱれな心がけだな。だが仕事が終わればどうかな。その時は一人の女でございます。ではアフターで。すごい百戦錬磨のコーヒーガールの心をとろかすとは、なんて魅力的なドリンク。どうだ小僧、うぬも一本。はい、いただきます、うん、どうだ味は。ラグジュアリーで、それでいてスカッとしていて、今まで味わったことのないうまさ。まさに勝利の味がいたします。ふっふっふ、その味忘れるな。今度はてめえの力で味わうんだぞ。勝利、女、すべてをな。はい。その発言、振る舞いのみならず、飲料にまで真のスロッターとしての凄みをにじませる荒沼巌という男の生き様に、平助は改めて心を震わされた。だがスロットの打ち方はまだ習っていない。僕の名は平原平助、本日人生初のパチスロに挑んでおります。先ほどは我が師荒沼巌先生にコーラを振る舞っていただきました。何から何まで面倒を見てくださる荒沼先生の温かい心遣いに感謝することしきりであります。ふふふ、平助、いい顔をしてドリンクを飲みおる。おかげで打つ準備が整いました。よし、ついにレバーを叩く時が来た。とその前に缶をどっかに片付けないと。全部飲み干してゴミ箱に捨てればいいのかな。でも今は喉が渇いてないしな。今全部飲み干したら後で喉が渇いた時後悔するのかな。あと何分くらいで喉が渇くのかな。何ミリリットル飲むと何分くらい持つのかな。ふふふ、小僧、何を迷っておる。無理に今すべてを飲み干す必要もなかろう。飲みてえものを飲みてえ時に飲みてえだけ飲む。本能のままに生きるがスロッターって生き物よ。はい。でも缶を一体どこに置けばいいんだろう。ここは無理だし、ここも違う。ここがやっぱ妥当かな。固定されてないからなんか不安だけど。ふふふ、間違っちゃねえが、その置き方には夢がねえな。あ、夢？そうだ、真のスロッターの缶の置き方には夢がある。小僧、加勢！とくと見て、オッケー！荒沼！クラッシュ！いいか、小僧、真のスロッターの缶の置き場はここだ！すごい！なんて大胆な缶置き！大と缶とのコラボレーション、まさにアート。そしてドリンクが飲みたくなったらこうだ！なんてたけだけしくワイルドな飲み方なんだ。しかし飲み終えたその瞳は少年のように輝いている。なぜだ？夢という言葉との関係は？うめえ。平助、お前もこのやり方で飲んでみろ。はい、よいしょ。この体勢は。ふっふっふ、体感したか。
ガキの頃の夢を。水道の蛇口から甲羅が出てこねえかなって夢をよ。はい。長年の夢が叶った気分であります。立ちスロ台ってのはな、ただ打つだけのもんじゃねえ。創意工夫次第じゃ無限の可能性を秘めてるんだぜ。パチスロ台の無限の可能性を追求する男、この男についていけば間違いなくいい夢が見れる。平助は改めてそう思った。しかしスロットの打ち方はまだ習っていない。僕の名前は平原平助。本日人生初のパチスロに挑んでおります。先ほど飲みかけのコーラの置き場所も決まり、ようやくスロットが打てる体制が整いました。これもすべて我が師荒沼巌先生のご指導ご鞭撻のおかげであります。平助、いよいよだな。はい荒沼先生。よし打つぞ。あ、で、電話だ。お母さんからだ。どうしよう。パチスロ打ってるなんてバレたら怒られちゃうよ。パチスロなんて不良のやることよ。晩ご飯抜きだからね。うまくごまかせるかな。いっそシカトした方がいいのかな。でも出ないとお母さん心配するしな。どうしたのかしら。事故に遭ったのかしら。誘拐されたのかしら。お母さん、早まって捜索願いを警察に出すかもしれないしな。おまわりさん、うちの子が行方不明に誘拐されたかもしれないんです。やっぱり出るしかない。もしもし、お母さん。平助、今日は何時に帰ってくるの。周りがうるさいけどどこにいるのよ。なんだ平助、ご母堂からか。誰なの今の声は。お母さんの知らない人なの。今の人は荒沼先生。先生、一体何の先生なの。大きい声だな。事情は分かったぞ。助けてやろう。貸せ。お電話変わりました。荒沼です。セクシーな声。あなたが先生。一体うちのこと何をしてるんですか。男の修行です。なんて男らしい言い切りで。一体後ろの雑音は。さっきからうるさくて気になってるんですけど、一体どこに。よくわかるようにしてあげましょう。その雑音とはこれですか。この音はなんてたけだけしき水しぶきの音。滝ね。滝に打たれて修行してらっしゃるのね。浮かぶわ。滝に打たれしあなたの姿が。打たれるというより撃ってるんですがね。撃たれるだけでなく滝を撃ってるのね。なんて滝だけしいのかしら。たまらない。お母さんが女の声になってる。先生、あなたにうちの子をお預けして間違いないようですわね。うちの子を、平助を男にしてください。お願いしますわ。それでは失礼します。荒沼先生、うまくごまかしてくださってありがとうございました。ごまかし。俺はただ本当のことを言っただけ。理解のあるご母堂を思ったな平助。何の嘘もつかず、具体的な説明もせず、母を納得させた荒沼巌というスロッター。そのオスとしての魅力を平助は改めて認識した。しかしスロットの打ち方はまだ習っていない。
僕の名は平原平介。本日人生初のパチスロに挑んでおります。先ほど母から電話がかかってきましたが、無事ごまかすことができました。これもすべて我がパチスロの師、荒沼巌先生のおかげであります。小僧、いよいよだな。はい、よし、準備は整った。いよいよ撃つ時が来たぞ。失礼します。なんだこの人は。突然僕に身を寄せてきて、さらにこの手は、もしや僕の股間を狙うゲイなんじゃ。やめて、助けて、触らないでください。いきなりすいません。僕も初めてなもので。あ、初めてだって。もしかしてこの人は僕にバージンを捧げる気では。いや、童貞を。あ、どっちだ、掘るおは掘られる、どっちなんだ。どっちなんですか。どっちをする気なんですか。いっそはっきりしてください。灰皿を清掃に来たんですけど。え、ふふふ、平助、その害は店員、ゲイではない。なんだ、そうだったのか。じゃ、ご自由にどうぞ。はい。うわ、僕のセーターが、灰まみれに。重い、なんて重苦しい気分にさせる灰だ。戦に敗れた無数のスロッターたちのストレスと怨念が染みついている。今すぐはたいて灰を落とさないと。いやでも灰が飛び散ると周りに迷惑ですし。でもこのまま帰ったらお母さんに怒られちゃう。それに灰が灰に入って灰管になるかも。怖い。ふふふ、平助、そう取り乱すな。俺が貴様のセーター綺麗にしてやろう。脱げや。だい、敗者どもの怨念とストレスが染みついた頑固なタバコの灰の汚れ、落とすには勝者の洗剤しかない。いいか、服に灰がついた時、真のスロッターならな、ムン、こうだ。見よ、コインが灰をろ過している様を。これ。すごい、新品。いな、それ以上の艶を見せている。無数のコインに磨かれし、ラグジュアリーな艶。とくときろ。はい。どうだ平助、洗濯後の着心地は。コインの匂いに包まれて、とてもラグジュアリーでバブリーな気分であります。ふふふ、コインってのはスロッターにとっちゃ最高の香水よ。コインの匂いのするいい男、お前モテちまうぜ。はい。服が綺麗になった上モテるなんて、この人についてよかった。お客様、トラブルを解決してくださいまして、ありがとうございます。ふふふ、なんのうぶな新人を一人前の店員にするのもスロッターの役目。またドジった時言ってくれ。いつでもケツ拭ってやるぜ。愛される店員になるんだぜ。はい。お客様たちが最初のお相手で、よかったです。失礼します。ふふふ、店員を大事にできてこそスロッター。これから新人の店員が来たら、
いつく死んでやるんだぜ。はい。平助のセーターを洗ってくれただけでなく、店員に対するケアも怠らない。周囲すべてを包み込む荒沼の器の底知れぬ大きさに平助は感動していた。しかしスロットの打ち方はまだ習っていない。よろしくな。